ちょっと牽制がありますよね。若干牽制が入りました、はい、まあ、そこで、ね、根田選手が根田が行って、はい、まあ、山本は当然ねこれも中断狙いという形になるからね、一番下だし、さあ候補から和田健太郎が上がります。3番7番4番ね、はい、難関の3人が前受けで、1番の山本に9番の村上博之、そして、5番の笠松というところです。まあ、大体これね、初手のこれ当たってしまうと大体展開当たるからね、さっき言った通りだよね、これ、はい、展開としてはバッチリですよね。4番の離れまで当ててしまったね374で前受け、中段が195、後方に8番2番そして6番と、ね、まあ、短期と言いながら金沢もね、あそこにいたらあんまり短期の意味ないよね、まあ、中段に行った方がいいですよね、短期だから、うん、前の方に、そう短期でうろうろしてると邪魔だから入れてくれたりするしね、うん、まあ、これで周回落ち着いて、残り3周です。まあ、今はね、誘導員を2周前まで抜いちゃいけないっていうルールがあるんで、そこをめがけてみんな候補が上がってくるからね、まあ、結局後ろになったんで上原も仕方なく、はい、ね、一回叩きますね、うん、じっとしててもどうしようもないんで7番手なんで、ここから、はい、抑えていきます。まあ、これに金沢選手もついていきますね、金沢もついていって根田は当然ね、もうこれ突っ張っても仕方ないんで下がります、うん、でそうすると山本が、まあ、これを抑えると、で結局ねこれを抑えて根田が行ってしまえば、はい、初手の並び通りになるんですけど、うす、もう根田ねここから思い切っていって、6番も金沢選手もね先一回抑えたりすればいいのにね、そうです、うん、短期だから、でこれでもうね4番加藤離れてるし、で、2人でやところ3番手に山本ね、番手こう飛びつこうとしたのかな、あれ少しね、うん、少しね、うん、でももうやっぱ3番手がちぎれたので引いたんじゃないですか、うん、飛びついてしまえばまたね展開も変わるんだけども、うん、で3番手でなかなかこう車間開けてるのか、うん、詰まらないのか、意外と値段のかかりがいいんだろうね、これは追っつかないですもんね、でもこれね、ひろゆきもね打ち行くかと思ったら外行ったね、あれ打ち行ったら2着まで行ったかもしれない、もしくは頭に抜けたかもしれない、9番7番にね、うん、まあこれ二次予選だから無理しないで外に行ったと、あれ準決勝とか決勝だったら間違いなくね、あの山本の打ち行って突っ込んだと思うね、まあその辺が持ち味だし、まあまあこういう勝ち上がりしっかりケリーさえ取ればいいレースでは、まあそういう無理をしないということだと思います、はい。